もうちょっとかな。ここ右？あ、みんな早いな。めっちゃぶつかってんじゃん、取れば大丈夫か。早い。めっちゃもう何もないとこで運転。おい！これは翻訳無理だ。道が狭いな。今日キャスでね、アメリカの雰囲気をあのビデオキャスやって放送しましたけどね、道まさにこんな感じですよ。僕がこれ本当そのままアメリカを再現してるって言ったのが多分お分かりになると思います。キャス見てなかった方ちょっとね残念ですけど、こんなとこに持ってくるのか。あ、来てきた。ふぅ。おお、お前たち最高だ。一人若いのと二人との年寄り。まさかな。さあ、車を動かして。おい、ギミファイブ。最高だ。キスキス。いいからやめろよ。髪はあんのか。あります。仕事をやったら俺は金を払う。俺5台って言ったよな。2台しかないじゃねえか。うるせえ。はい、金よこせ。俺はお前たちがちゃんと仕事しないとお金はあげない。仕事が嫌だったらやんじゃねえ。じゃあ次はなんだ。次 Z タイプ。モリガンはレコードプロデューサー。今、離婚をしてるから車の中にたくさんのお金を隠してるの。Howick にある車を取ってきてください。LSPD のヘリコプターにアクセスがあるの。その中にあるコンピューターは、ドライバーズライセンスから誰が誰か判断できるの。ハーウィックにいるモリガンを見つけて、誰かが車を盗むと。じゃあどうする？あなたは必要ないわ。フィリップス、ヘリコプター、お前はグラウンドで。地面を歩け。フランクリンがヘリコプターか。トレバーが実際に車を盗むのか。ああ、そういうこと？どっち操作するんだろう。あ、終わった。まあ、銀か。そしたら、あれ、あのミッション。L アサシネーション、暗殺とかあんの。じゃあちょっと S 行くか。車が来てくれないと。来ないな。あ、来てきた。あー、やったぜ。あんなパジャマみたいな服着て運転してんの。いけ。よし、バムサクサクミッションやっていきましょう。サクサク。これを。うん、危ない危ない。終わりどうな、終わり、この話の結末って全くどうなるか見当つかんないですよね。なんだ
Don't make this any worse than it already is. ああ、盗んだものを取り返したら返すか返さないか決められますって書いてある。こんな拳銃で撃ったけどいいの？返してあげるか。返してあげよう。Tell me it's good news. 取り戻してくれた？どうぞ。What a gentleman. ありがとうございます。殺したけどいいことしたからチャラなんかな。それとも警察にバレてないからチャラなんかな。俺だったらどうだろうね。自分の盗まれたもんそいつ殺してまで取り返してくれたらちょっと引くかもしれない。やっぱいいですよいいですよってなるかもね。あげてていいですよっつって。ナイトスティックス。ナイトスティックって何？アミネーションにありますよ。あとでちょっと見に行ってみるか、お店。ここ？エス。こん中かな。こいつかな。Absolutely. S。あれ？あ、ここだ。これなんだろう。Hello. あ。Come in, come in. その中入れ、中入れ。お前マイケルか。はい。3人セクレタリー秘書がいたんだけどもうないから自分でコーヒーを作ってやったりしなきゃいけないんだ。船は来るけど壁が俺たちを止める。プルートじゃないよ。なんか死のプルートって死を作ってる人だったっけな。デヴィン・ウェストンお前はファンだって言ってたさ。マイケル、デヴィン・ウェスタン彼、俺をなんかしに来たのか。いや、違うさ。彼はお前がもうリタイアをしてなんか、引っ越しに手伝いが必要だって言ってたぞ。あいつと、あいつの息子はこの俺の会社をなんとかしたいんだよ、ここに。建物を建てたのさ。ここはいい場所じゃないか。いや、あいつらはこれを潰して好きに使いたいのさ。みんな子供と動物と仕事をするなって言うけど俺はリストに追加したい。俳優とも仕事をするなと。それでリバティシティがダメになる。それをあそこで映画で撮りたいのさ。そして二人のヤッピーが戦うのをと撮影したいのさ。で、問題はミルトン・マカロイが問題なんだ。あいつは安いからキャストしたんだけど、全くのタレントがないんだ。あいつ新しいロッコ・ポロシーというエージェントで働いてるんだけど、値段を上げようとしてるのさ。もともと安いやつだったのに、値段を上げてそれで映画が撮れなくなってんのさ。Now he's having a mental breakdown, pissing all over himself, who knows where. All right. そこ映画スタジオか。じゃあ俺がアシスタントになろう。ハッピーエンディングにならないと思うけどね。お前は最高だ。Go to East Los Santos. OK. とりあえずなんかあれか、安い俳優がちゃんと仕事しないから映画の撮影がうまくいってないよってことですね。それをマイケルがどうにかしてあげないといけない。ハリウッドみたいなもんなんかな。ルーズコップやべ。こんなわけわかんない安っぽい車を盗んで警察に追われるなんて。こっちだ。おはいはい、
ソロモン、お願いされたことやってんのさ。一個言うの忘れてたよ。そうだな、プロシーガイを殺してほしいんだろう。いや違う、ダメダメだ、殺してダメだ。マナーを教えてやってくれ。そして奴に映画をまたやるように教えてやってくれ。もっと言うことを聞くように教育してやるんだ。Anton and Milton are supposed to be there, and Pelosi's on the way to pick them up. He's taking them to his lawyer to sign the contracts. So if he hears there's someone from the studio coming, he'll get him out fast. All right. I'll go in quiet. バレないように行くよ。後で会いましょう。セットでね。なんか、ポロッシーが誰かを迎えに行くなんとかでって話をしてますね。まあまあ、ちょっとやってみましょう。デデデデン、あれ、まだ日本語版ライ生放送じゃないや、オンラインできないんですよね。いつ設備が整ってできるようになるのか、早く視聴者さんと一緒にやりたいんですけどね。どうでしょうか。あー危ね、見えなかった。目的地はここか。ここ、あ、これ止めりゃいいのか。 OK。 あー、これで迎え切ってどこ行くのか。おい、どうだこれは。ここはイーデンパラダイスになるさ。それがペロシエンターテインメントさ。1分ちょっとくれ、ちょっと中にあるもの持ってこなきゃいけないからさ。ジェニー、もうちょっとで準備ができるぜ。リーチとヘリパッド、ウィザード、ああ、ロッコにバレないようにヘリパッドに行ってください。ヘリパッドか。ここの上だよね。あれ？ヘリパッドどこ？あっちか。これがネイソン・ドレイクだったらすぐ着くんだけどな。パパパって登ってっちゃうべんね。ここかな。ダメだな。これダメだ。ここかな。あいつらにバレないよ。ここ登ってったりない。バレないよ。危ないな。 Just work and I can go.